はい、ってことで12章が始まるらしいです。いや、来た来た。ちょうどあのギルダがね、あの、はい、阻んでたあの扉の向こうでございますよ。で、なんと今回町があるらしいですよ。ねえ、ね、しかもなんとマーケット掲示板もあると。なんとポーラム海域での初めての、ね、拠点になりうる町でございます ね、 ですね。これ右側の赤い建物あるじゃないですか。なんですかね、あれね。一回と扉もあるってことは何かあるんですかね。ぽいっすよね。ただなんかちょっとやっぱ今までの何ですか、トラム海域以外であった拠点の街とかの雰囲気とはまた違って。そうですね、まあだって今ここに案内してくれてるね、案内人のね方が、そうそうそう、もう住んでる街ですからね。ってのはし、まあ、今後12章はねここを中心に、まあ、いろんなマップにまた出向いてシナリオが展開されていくということでございますよ。なんだよね、エルバトルンクは雑貨屋しかなかった、いわゆるね、はい、中継ポイントみたいな感じだったのでね、今回はここでどっしりと生活できますなと。はい、ジュヘニーサブクはちょっといつも通り入ってないですけど、先にアインクランが入りますね。先にっていうか今更なりますけど、アインクランは今準備中です。12章が入るということは、ということはそうですね、12章にワールドトレジャーが入ります。はい、来ました。でちょっとギルドクエストがちょっと量が多かった都合で、うん、まあ、1週ほどずれますと。おちょっと明日はちょっと間に合わなかったんで、はいはい、やめました。まあじゃあ来週楽しみ。まあでもまあワールドトレジャーの方が多分目玉あると思うので、はい、こちらでまあ宝探しをしていただけたらなと思います。明日からもう11章わらわら歩きまくるでしょうね。そうね、どこに宝箱あるんでしょうねみたいな話ですね。はい、ですね。出血っていう状態以上が、うん、なんか対象ボスの場合なんか今正常に動作してなかったので、はい、まあ、ちょっとそれの修正が入ります。うん、まあ、正常動作してないというのはそのザコモンスターと同じ効果がどうやら乗っちゃってたらしいんで、本来状態異常ってなんかボス対象だと効果下がる効果があったんですけど、なんかそれが入ってなかったんでそれが一応治ります。はい、出血はクリティカル率とクリティカルダメージの性能を下げる効果が入ってますね。はい、あと呪いという状態異常が一応あるんですけども、はい、これが若干ちょっと出血と被っていたのでちょっと内容をそもそも見直しまして、まあ、耐性を下げるという効果に変えました。まあ、ただボスの場合結構下がるんであんまりいらないかな。気持ち多分良くなるぐらい、うん、必須ってほど強くないです。まああると便利なのは便利ですけどね。そうですね、次ギルドレイドのボスが召喚しないとレベルが分かんなかったんで召喚前でレベル表示するように、調整をします。はい、そうなんかレベル、そういくつのモンスター出てくるか分かんなくて、そういきなりグルマ呼んじゃったみたいなちょっとギルドもありましたので、先にちょっとやっぱレベルは見えるようにしましょうってことで、これはちょっと表記を追加しました。はいはい、であとは非戦闘中のアイテムディレイを調整しますってことですね。うん、あの戦闘前にちょっとバフかける時間がちょっと最近長期化してるので、はい、まあ、ちょっとディレイを、まあ、戦闘中じゃなければちょっと早くって感じで、今10秒ぐらいですね。そうです、今10秒ですね。はい、これが結構早くなると、ちょっと何秒かは実際自分の目で確かめてください。はい、あとは双剣というシステムでのちょっと V 破壊の計算式調整が入ります。はい、まあ、具体的にはサブ属性が乗ってなかったのが乗るようになりますよってことです。で次、PC 版での調整です。はい、前ちょっと放送でも言ったんですが、コントロールを押してる間にアクセスできる家具にアイコンの表示が入りますので、まあ、あの椅子に座ったりとかあのアクションするのがちょっと楽になりますよってことですね。はい、今ちょっとねその人がいっぱいいるとあのなんか座ったりベッド乗れたりしないっていうねちょっと問題があったんで、まあ、それを、まあ、ちょっと抑制できるような感じですね。コントロールを押しられる間はあの他人のクリックも止まるので、まあ、家具だけを選択できるよっていう機能でございます。はい、あと主にまあデュアルモニターとかをしてる方で、まあ、マウスがゲーム外に行ってそのゲーム外をクリックしちゃうよってことがあるってことだったので、まあ、あのそういう場合にゲーム外にマウスが行かないようにするオプションを一応追加します。デュアルディスプレイの方はこれでデフォルトがオンになってますので、いらない方はシステムでオフにしてください。はい、あと、PC 版なんか戦闘中にエモーションリングが出てしまうんですけど、本来エモーションは戦闘中使えないので、まあ、戦闘中は出ないようにしましたよってことです。あ、そうですね、今レベルキャップは解放があります。はい、あ、レベルキャップ、これは忘れてましたね。250でございますよ。はい、いやいや、デュアルソードスキルレベル5が、ね、一応明日入る予定ということで、はい、ルーナディザスター、ツインバスターブレード、アークセイバー、エアスライサーが一応実装予定となっております。はい、さあこれでしょう。はい、あとここに書いてないですけども、シャットアウトの双剣封印も一応同時に外れる予定です。もう明日には来るってことですね。来るんですけど、うん、レベル250にしないと覚えられないんで。あ、なるほど。先にレベル上げが
レベルキャップ解放で、はい、ってことですね。申し訳ないですけどレベル上げしてから取ってください。はい、もう来月アニバレス、また夏イベの復刻ですよね、はい、ってことでありますし、またちょっと延長してた、延長してたね、延期してたリードレイドにキマイラさん入れますよっていうのが一応来月入る予定です。うん、夏イベはいつも通り7月末ですね。うん、もうなんか去年とかのノリで分かってる人がいるっぽいですけど、うん、ねえ、ダイビングの 2D なしスクショはなんと PC なら撮れるんですよね。F5 で消せるから。確かにそうですね、 F5 で消せます。スマホはちょっとボタンの都合上搭載できなくて困ってる感じですね。でもね、今年ちょっとね、夏イベね、うん、新しい要素がちょっと入れるの大変っていう話はしてるんですよね。大変、うん、一応なんか装備品とか足そうと思ってるんですけど、イベントとして新しいものが入らないかもしれないって感じですね。まあ、これ理由としては8月にもストーリー更新をやる予定があるっていうことですね。はいはいはい、それなるとちょっとね手が足んなくて、まあ、できる人数でできることを、そうちょっとねシナリオ更新をもうちょっと頻度上げていきたいねみたいな話をしてて、うん、そう例年通りだと結構あの7、8って空いちゃったりして、はい、こう進行遅くなっちゃうんで、ちょっとそこは今年はちょっとシナリオの更新を優先したいってことで、うん、まあちょっと夏イベはちょっとちっちゃいものあるかなと思いますね、新規に関しては、うんうんうん、12章入ったのに次来ないんかいみたいな、うん、感じですからね。またしかも今回明日のストーリーの更新で、まあ、新しい拠点というかトラム回帰での拠点的なところができるから、もうまたそこを起点にまたいろいろ物語がっていうのもあるし、やっぱり12章からやっぱりトーラム海域の話としてはやっぱシナリオもやっぱ大きく動き始めるの で、ね、やっぱ11章ってまだやっぱ新世界来たばっかりで、はい、なんとなくまだ大きな目的もなくこう手探り状態、ね、そうそう手探り状態だったのが、まあ、だんだん目的ができてきてね、こう旅をする段階になってくるんで、まあ、12章は割と大きな流れがあるんじゃないかなってところで楽しみにしていただけたらなと、はい、私は思ってますよ。はい、そうそうそう、サマシェの上位互換やりたいんですよね。そう去年それがどうしても間に合わなくてドロップ率がちょっと下がっちゃったりしてるんで、うん、はいはい、今年間に合えばそれ実装して、まあ、サマシェのドロップ率を元に戻したいんですよね。なるほど、そう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 、てかそのいわゆる一定レベルからはその違うアイテムに変わってみたいなのを本当はやりたいんですよね。はいはい、そうそうそう、そうしないとね、もうずっと獲得率 100% のままなんで、そうするとサーバーの負荷がやばいんで、はい、なんとかせんといかんです。今年はなんとかしろって言われたんで俺はいっつってやりますっつって、はい、ってことで、まあデュアルソードが終わりまして、次多分8月か9月でクラッシャーと魔道具が入るといいなと思ってます。デバイススキルが多分レベル4まで入るのかな。クラッシャースキルは4の追加と、確かゴリアステイクとかの調整が入るのかな。はいはい、一応その辺が8月か9月で入る予定があって、でまだここに書いてないんですけど、一応同時並行でやってるのは、マジックスキルとウィザードスキルの、ちょっとスキルを足そうって話で、一応裏では動いてますぐらいかな。大きいところはちょっとその辺が終わらないとちょっと次に着手できないんで、カードゲームの勲章ちょっといずれ入れたいねって話をしてて、なんだけど今は多分もうみんなとアニバスカーで忙しいと思うんで、それはそう落ち着いたらやろうかなっていうところと、はい、まあ、一応僕らの目的では一応7月に、まあ、PVP の実装ではないですけどちょっとテストとかやってきたんよねって話をしてるんで、まあ、そろそろこいつらが見れるといいんですけどねっていうふうにちょっと圧をかけてるんですが、なかなかいい返事はまだもらえてない感じですね。全然テスト参加しますよ。いやー結構人数欲しいんで、場合によってはもしかしたらなんかその仮リリースみたいな感じでやるかもしれないですね。テストプレイ、ちょっと社内のデバッカーだけだと人数が足んなくて、はい、そうっす、ちょっと特殊な PVP なんでどうなんでしょうねってことで、まあ、その辺はそのうち、はい、PVP はもう別のゲームにしちゃえば、うん、割とその線いってるな割とその線いってるな、まあ、まだちょっと確定じゃないんで。工場戦、いやそれはないっすね。ないっすけど PVP のシステムが出来上がったら次やりたいのは GVG 作りたいなとは思ってますけどね。なるほど、 GVG こそまあ本当に特に得るもんないんだけど、うん、なんかやりたいっすねということで。あーそうで、ペットはなんだっけな、ペットは今レベル上限上がるシステムを今もう開発着手してて、うん、あとなんだっけ、あとあれか、合成費用の緩和も一応今計算式は一応立てたので、
そうですね、なんかレベル上限のシステム入れるとき一緒に入れてみたいな感じで今進めてるんですけど、こっちはちょっと PVP と若干担当者が被ってるので、まあ、食い合ってるって感じですかね。ただ PVP は前も言ったんですけど、まあ、闘技場式なので自分から行かない限りは巻き込まれないんで、はい、やりたい人だけって感じですね。雑罰としたらトーラムちゃうでっていうそうはならないように行きたい人だけ行く感じですね。てかあれじゃないです、さっきレベルキャップ250って言ったけどさ、はい、250ってワンチャンスタージェムの枠増えるのでは。スタージェム確かレベル50区切りでコスト増えるから、そうそうそう、次コスト7、はい、になるのかな、あ増えるかもね。じゃあ結構なちょっと区切りじゃないですか。後で確かめ、確か50区切りだった気がするけど、100だったかな、100だったら増えないんですけど、あ増えますよってスーパーバイザー確か50っすよね。そっか、また次の時代に行くんだなって今思いました。あ意外に1増えるのでかい、でかいっすよね戦略性というか、なんかできることがまた変わってくる。よく思うとそうだわ、250って結構な大きいあれだわ。確かに。いや明日生産で潜在力キャップも解放があります。じゃあ生産のでスミス潜在力のキャップが一応明日で解放があります。アニバもあるんで、なんか去年もこのぐらいのタイミングだったんで明日入れます。おー来た。ただ7月17日だけは皆さん勲章を忘れなくということだけお伝えしておきますね。717ね。はい、ってことです。はい、ということで皆さんお楽しみに。以上ソーラム最新情報のコーナーでした。